はい、こんにちは、さくらです。今日は VR 機器を使わずに VTuber になることができる Windows 版 VMagic Mirror を使い方も含め紹介していきます。VTuber を本格的にやろうとすると VR 機器が必要になります。高いお金を払って VR 機器を買っても VTuber を続けられるか不安な人もいると思います。この VMagic Mirror は余計な予算をかけたくない人にこそ使ってもらいたいアプリですので、ぜひ最後までご視聴ください。またこのチャンネルでは主に VTuber 活動をやるために必要なアプリを紹介していますので、よろしければチャンネル登録お願いします。それでは早速やっていきましょう。まず公式ホームページにアクセスしてダウンロードを押します。2種類のエディションを4種類の方式で配布していますので、まずはブース無償版を選びましょう。基本エディションとフルエディションがあり、基本エディションは基本的なバージョンでほぼ全ての機能が使える上に無料です。フルエディションはハンドトラッキング中の機能制限がないバージョンです。基本エディションとフルエディションの違いですが、基本エディションはハンドトラッキングを有効化をオンにした時、必ずキャラクターのウィンドウに専用のエフェクトがかかります。フルエディションではこのエフェクトがオフにできます。エフェクトがかかることを除いて、基本エディションとフルエディションに性能差はありません。まずは基本エディションで自分の環境で動作確認をして、気に入ったらフルエディションを買うのがいいでしょう。起動するとコントロールパネルとキャラクターが映るキャラクターウィンドウが表示されます。ここからの設定は基本的なところだけ説明していきますが、大体がボタンに書いてある通りなので迷うことはないと思います。キャラクターウィンドウには何も表示されていません。コントロールパネルのホームからキャラクターをロードさせます。対応フォーマットファイルは VRM だけになります。 VRM ロードの PC 上のファイルをロードは、自分で用意したモデルデータをパソコン上からロードして使うことができます。 Vloid Hub からロードは、Vloid Hub にアップされているキャラクターデータをロードすることができます。利用できるのは自分のモデル、いいねしたモデル、公式にピックアップされたモデルの3種類です。注意として、他社がアップロードしたモデルはいいねを押しても利用できるとは限りません。詳しくは Vloid Hub のアバター利用についてをご覧ください。この時、初回起動時のみにウェブブラウザーが開くため、指示に従ってアプリ連携を完了し、許可コードを表示します。表示された許可コードを VMagic Mirror の入力欄にペーストし、ログインします。2回目以降は自動でログインします。条件次第で他のクリエイターさんが作ったモデルも使うことができるので、私のようにモデルデータを作れない人には便利な機能です。詳細設定の設定ウィンドウを開くを押して、この中に Word to Motion タブがあります。これは単語をタイピングするとキャラクターを動かせる機能です。例えば、ジョイと入力すると、キャラクターが笑顔になります。毎回入力するのも大変なので、デバイスの割り当てで変更することができます。例えば、キーボード数字の0から9に設定すれば、先
ほどのジョイの場合は、キーボード数字の1を押せば動作してくれます。また、自分で動作を作ることもできます。一番下のプラスマークを押します。そうすると、キー割り当ての一番下のところに新しく追加されます。設定マークを押します。バードで名前を変えることができます。今回はこのままいきます。次に、基本の表情のジョイの数値を0にします。試しに、ブリンク L の数値を100にします。OK を押します。コードでネームと入力すると、キャラクターがウィンクしてくれます。こんな感じで表情を作ることができるので、いろいろと試してみましょう。ここは配信タブにあるワードトゥーモーションのデバイスの割り当てとセットと思ってください。肌体格で補正は、キーボードやタッチパッドの位置、点がキャラクターに合わない時に押すと補正してくれます。こちらも細かく調整することも可能です。ウィンドウの背景を透過をオンにすれば、背景が透明になります。この機能はクロマキー合成をやる手間が省けますので便利です。異性表情を補正はキャラクターの位置を元に戻してくれます。モーションの常に手下げモードをオンにすれば手が常に下がった姿勢にできます。表示はキャラクター以外のデバイス表示やエフェクトのオンオフを切り替えます。状況に合わせて変えるようにしましょう。カメラのフリーカメラはオンにすればキャラクターを映す視点を操作できます。右クリックとドラッグ、視線を上下左右に回転します。中クリックとドラッグ、カメラを上下左右に平行移動します。中ホイールでカメラを前後に移動します。キーをリセットを押せば初期状態に戻します。デバイスのレイアウト、フリーレイアウトモードをオンにするとコード、タッチパッド、ゲームコントローラーなどの位置を調整できます。エターナルトラッカーではウェブカメラ以外にライブトラッキングアプリとの連携をすることができます。対応しているのは iPhone または iPad で、 Face ID 対応かまたは A14 以降のチップが搭載されていれば利用できます。 iOS アプリとして iFacial Motion Capture を用意して、パソコンと端末を同一内の LAN 環境に接続すれば使うことができます。やり方は、外部トラッキングを有効化をオンにして、アプリとの連携の iFacial Motion Capture に iOS 端末の IP アドレスを入力すれば使えるようになります。ウェブカメラ以外を使うメリットは、トラッキング精度の向上、CPU 負担の削減、顔の映り込みのリスク回避。デメリットは、ウェブカメラ接続よりは安定性が下がる、アプリ更新による不具合リスク、セットアップの複雑性。さらに、外部トラッキングのオプションとして、パーフェクトシンクを使うことができます。使用には Face ID 対応の iPhone または iPad が必要ですが、こちらはモデルデータが対応している場合に限ります。パソコンに詳しい人であれば特に問題はなさそうですが、全くわからない人はウェブカメラでもいいと思います。ま
また iOS アプリのアイフェイシャルモーションキャプチャーは有料になりますが、制限時間付きで何回でも無料で試すことができます。ただし3秒くらいしかなく一瞬で終わってしまいますので、動作確認を何回もやっておきましょう。動作が問題がないことが確認取れたら買いましょう。ハンドトラッキングもウェブカメラでできます。ハンドトラッキングのカメラは共用になるので、ハンドトラッキング用に別のカメラを用意しなくても大丈夫です。ウェブカメラ1台で済みます。ハンドトラッキングは指をやや細かく動かすことができ、両手を顔の横あたりでのトラッキングが可能です。ただし注意が必要で、手の素早い動作には対応していません。手が正面向きでない場合、検出精度が下がります。左右の手を交差させると正常に検出されません。手が検出できる範囲は専用デバイスを使っている場合に比べると狭くなります。激しい動きはできないので、 VR 機器と比べるとかなり精度が下がるので、このあたりは好みが分かれるところだと思います。このアプリは特別 VR 機器を用意する必要がありません。それなのにキーボードやマウスの入力動作を VRM のモーションとして再現できます。しかもゲームパッド入力をVRM のモーションに反映、音声入力によるリップシンク、カメラでの表情トラッキングなどの周辺機器向けの機能もサポートしています。キーボードやマウスだけだと簡易的に感じてしまいますが、実際に使ってみるとしっかりと動いてくれますし、高スペックなパソコンは必要としません。必須なのは Windows 10 64bit だけです。開発元も主に作業配信向けに作成しているようで、 PC ゲームの実況配信、文字書きメインの作業配信、ライブコーティング中の賑やかし、プレゼンテーションへのキャラクター上乗せ、デスクトップマスコットなどの使い方が向いているとのことです。最後、まとめになりますが、Windows 版 V-Magic Mirror は、無料でも使える。IO ファイルは VRM だけ。Vloid Hub と連携することができる。iOS と連携して使えば、トラッキング精度が上がる。ウェブカメラでハンドトラッキングもできる。VR 機器がいらない。高スペックなパソコンはいらない。VR 機器を使わずに VTuber になることができるので、興味のある人は一度使ってみるといいでしょう。以上で Windows 版 V-Magic Mirror の紹介でした。それじゃあまたねー。